今日はですね、こちらを使っていきたいんですけども、これは何かと言いますと、ムースルームワークスさんの戦闘飯盒2型買いました。皆さん、これはダイソーカセリア、はい、これは同時に購入しました。ウォールナットのお皿、木皿ですね。非常にいい質感です。木の匂いがします。オイルを塗ってお手入れしてあげた方がいいですね、本当はね。今日はこれを使ってですね、おかずと主食の2品同時炊飯っていうのをやりたいんですよ。ですね、Amazon で戦闘飯盒を使って作る料理のレシピ本を見つけましてですね、あの YouTuber でもあるケンジパーマさんが編集して、レシピを関根千草さん2人で作ってる本がありまして、全部同時に出来上がる飯盒2型絶品定食レシピという本がありましてですね、前半では飯盒2型がどういったクッカーなのか、その由来や使い方、その魅力など網羅してまとめてくれてます。ロスコへの突撃取材や愛用者レポートもあります。で、後半同時調理レシピいっぱい載ってるんですけども、なんと41セット2つ組み合わせ、組み合わせが41組み合わせあります、載ってます。その中から今回私3つ作りたいと思いまして、やっていきたいと思います。はい、まずはですね、鶏ポン煮プラスジンジャーご飯というレシピがありまして、それを作ってまいります。まずお米を入れましょう。お米 0.6 を持ってきました。入れとくと、バーナーを出しましょう。いっぱい入ってるんですよ。今日多いな。これですね、中ネギですね。本体にネギを入れて、水味ぽん、砂糖一つまみ、手羽元、いい感じに収まりました。こんなん絶対うまいな。沸いてきたらひっくり返す。うわ、うまそう、もううまそう。うわ、いい匂い。これは絶対うまいな。生姜を切ります。醤油ですね、少々。おお、はい。で、混ぜると、30分。めちゃくちゃいい匂いです。皆さん、ここで悲しいお知らせです。なんと音声が取れておりませんでした。ということで、ここからはアフレコで補足しながらお伝えしていきたいと思います。パカッと開けました。ご飯が炊けました。見てください。水蒸気炊飯。これ本当にリハーサルなしで初めてやったんですけども、こんなにいい感じに炊けるんですね。いい感じに炊けてましたので、このまま10分ほど蒸らすことにしました。いやー、悲しい。なんでここで音声が取れてないのか。この時ね、私簡単して結構リアクション大きく心から取れてましたけどね。はい、で10分経ちました。蒸らしが終わったので、中も見てみましょう。見てください、鶏ポンに完成でございます。この蒸気のしずる感たまんないですよね。プルプルです。入れてます。手羽元4本、しっかりポン酢に使って煮込まれております。パシャリと完成の写真を撮りまして、
いやー、初めての、2品同時調理。もうこれ言葉いらないんじゃないですかね。プルプルでございます。めちゃくちゃ柔らかい。30分煮ただけなんですけどね。30分煮て10分蒸らしてましたね。はい。40分で完成です。めちゃくちゃ美味しいんですよ。で、中蓋と外蓋をこのように連結すると熱くなく持てるということでやってみております。熱々ご飯。これ本当にね、中子をそのまま素手で持つとめちゃくちゃ熱かったんで、こうやって持つことで素手で持てております。見てください。水蒸気炊飯のいいところ、焦げ付かないんですね。びっくりするぐらい綺麗に取れます。それでいて、この炊き上がり、完璧な炊き上がりです。美味しいです。ふっくらご飯、全くもって美味しいです。ここで生ビールの登場です。サントリートリプル生いただきます。美味しいです。もうご飯が完璧なんで。そしてこちらネギ、くたくたに煮込まれております。いきましょう、いただきます。うまい。とろとろ甘みがあって、ポン酢の酸味と甘みでもう完璧でございます。この煮込み汁ちょっと飲んでみました。いいですね。ポン酢に鶏の旨味が出て完璧でございます。これ何、指さして何か言ってます。これね、この飯盒の構造の良さ、本体におかず、中子でご飯、そして蓋で取り皿になると、この構成の良さにね、感嘆しておりました。いいなっつって、ここで気づきました。カメラに 音声が取れてなかったのに、ここで気づきまして、音声再開でございます。それでは現場の声に戻したいと思います。しまった、音声を取れてなかったです。いやー、下手こいた。うん、うまい。うん、いやー、美味しかったなー。ごちそうさまでした。最高でした。ああ、うまかった。話戻しますけども、声が取れてなかった部分の話してたことを話すと、下準備して火にかけるだけなんで、準備さえすればあっという間に出来上がって、それなのにもう手羽元はホロホロ、ネギはトロトロ、甘くトロトロ、米もまた焦げつくわけでもなく、美味しく炊けてましたね。水蒸気炊飯初めてだったんで、どのくらい美味しく炊けるのかなって非常に興味あったんですけど、めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいい。この器にこびりついてる様子が全くなくて、普通に炊き上がってますからね。その土鍋で炊いた米が立ってるような炊き上がりが100だとすると、まあ、90あるんじゃないですか。もう美味しいですよね、普通に。で、焦げ付かないことが約束されてるわけですから。普通13、4分で炊けるところを30分かかるっていう、時間が倍かかるだけですよね。その代わり焦げない。そっちの方がいいです、俺、私は。キャンプ来て別にそんな急いでご飯作んないんでね。ということで、1品目、大成功でした。めちゃくちゃ美味しかったです。改めて、この今回参照したレシピの本の話をしますけども、全部同時に出来上がる飯盒煮型絶品定食レシピという本が Amazon に出てまして、 Kindle Unlimited に登録していればタダで見れるんです、これは。飯盒煮型をお持ちの方はぜひ見てみてください。おすすめします。はい、ということでですね、すっかり時間が経ちまして、寒くなってきたので焚き付けようかなと思います。ナスとひき肉の煮込みプラスきのこの豚巻き蒸し作っていきたいと思います。まずほぐしたえのきと大葉を合わせて豚バラ肉で巻いた後、軽く塩コショウを振って中豚に入れる。ほぐしたえのき、
すりおろせないのでみじん切りにしましょう。合いびき肉、オイスターソース、酒を大さじ2、水、こんな感じ。沸いてきたら中蓋と外蓋を乗せて弱火に落とし、さらに10分ほど、沸いてきたら乗っけて弱火に落とし蓋もするのね。10分待ちます。10分経ちまして、下ができたはず。おー、うわ、でも赤いぞまだ。下は、あー、下は美味しそうです。もうちょっと煮込みましょう。あと3分、はい、さらに3分経ちました。あー、もういいでしょう。あー、いいですね。でですね、これを置いといて、ここにもポン酢入れると。はい、止めまして、それを切った上で、いただきます。美味しそう。こっちからいきますか。うん、和風。うん、美味しい。おつまみだな。そしてナスとひき肉の煮物、いただきます。うん、うん、美味しい。これご飯いるな。これはちょっと主食やっぱ欲しいので主食を作ります。うん、ちゃんとできるもんなんだね。初めてでも美味しい、美味しい。本日2本目です。サントリートリプル生、いただきます。あー、うまい。それではですね、主食が欲しいのでその場でパスタ、和風、こだわりの本格だし作りたいと思います。お湯を入れて3分で完成って簡単ですよね。スープですね。スプーン、脱酸素剤、アフマツープ、忘れてた。混ぜます。3分待ちましょう。これ冷めたら温められるのがいいですよね。ちょっと置いといてよく温めましょうができる。これこういうことが。3分経ちました。見てみましょう。熱っ。いただきます。うん、うん、うん、和風の出汁が効いてます。うん、美味しい。もう立派な食事だ。直接行った方がうまいな。うん、まあ、この容器がね薄く保存できるから邪魔じゃなくていいですよね。間違いない。どっか山登りながらとかこういうのが食べれたら、まあ美味しいですよね。普通に美味しいパスタですもん。それがお湯だけでできるっていう便利な世の中です。お腹いっぱい、お腹いっぱい。
それではポトフを作っていきたいと思いますけども、ちょっとカメラのバッテリーがなくてどこまで撮れるか分かりませんが、撮りましょう。ざく切り、皮めんどくさいな。豚肉余ってるんで、これも入れましょう。オリーブオイル、次に蒸しパンを作っていきます。卵、牛乳、オリーブオイル、これココナッツオイルの代用です。薄力粉はですね 70g 入れます。ベーキングパウダーを入れます。意外と混ざる。ナッツ、ナッツを砕いて入れます。いい感じに砕けました。でこれを中蓋にクッキングシートを敷いて、トントンと叩いて空気を抜くそうです。そしたら本体に火をかけます。本体火にかけました。沸いてきたので中蓋を火にかけます。蓋をします。弱火にして15分、40秒なんですけど、ちょっと見てみましょう。おおほほほほ、膨らんできてる、すごい。待ちましょう。15分経ったんでちょっと見てみたいと思います。刺し切れ、くっついてこないですよ。できてるっぽいな。念のためあと2分、保険の2分です。さあ2分経ちましたので火を止めます。さあどうでしょう。パカッ、オープン、おいしそう。お豆腐もしんなりといい感じにできてそうです。熱塩コショウをしましょう。完成です。おいしそう。ではいただきます。まずはポトフいきましょうか。うん、完璧。おいしい。うん、おいしい。あ、おいしい、おいしい、おいしい。素材の味がよく出てます。安定のシャウエッセン、いいですよこれ。うわすごい。うふわ、いただきます。蒸しパン、うん、ちょっと砂糖をもっと入れてもいいのか。甘さ控えめにしたんですけど、うんうんうん、おいしい。すごいな、蒸しパンってこんな簡単に作れるんだ。ナッツがうまい、すごっ。うん、蒸しパンでね、喉乾くからポトフと組み合わせ最高ですね。うん、蒸しパンうまい。
うん。うまい。